Konami Sports。さよならの場面、ここを抑え切って果たして延長戦に持ち込めるか、それとも9回裏最後の攻撃で決めることができるのか。ピッチャー振りかぶった、投げた。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。実況パワフルプロ野球7初見プレイやっていきたいと思います。今回もおっとちょっとコントローラー落としてしまいました。少々お待ちください。よいしょ、お待たせしました。じゃあいきましょう。サクセス、プロ野球12球団で選手を作ろう、豪華キャストで送る大スペクタクル。というわけで、今回はサクセスをプレイしていきたいと思います。いきましょう。パワプロ7ですね。まぁ、ちょっと遡ってやっていきます。プロ野球編。もうプロ野球からスタートなんだね。いきます。じゃあ始める。まだいわゆる残留編みたいな感じかな。どうしようかな、球団。とりあえず最初から始める。おー、チームセレクト。入団したい。いろいろあるんだ、チーム。あー、なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。大阪にいてさ、懐かしいのは、阪神最下位の年なんだ。なるほど。ヤクルトが4位。はー。ベイスターズ。1位、1が中位。じゃあ、とりあえず、ダイエーで行こう。福岡、ダイエーホークス。うん。名前を入力してください。全角半角。どうしようか。じゃこれ、ちょっと、はい。カーで。あ、間違えた。カート。これでいこう。はい、終了。右投げ、右打ち、投手でやっていきたいと思います。どうしよう。じゃあ、とりあえず大卒で。うん。スリークォーター。で、じゃあ、平均、中継ぎタイプ。あー、でもまあ、抑えでいくのもいいかも。抑えで作ってみようかな、ちょっと。じゃとりあえず普通で。これで OK です。まあ、やってみよう。うん。ゲームをするときはテレビから離れて部屋を明るくしてプレイしてね。良い子のみんな、さあやっていきましょう。俺の名前はウカ。大学時代はリーグ2位止まりだったけど、プロになるという夢が叶ってドラフト5位でホークスに入団することができた。そして今日は待ちに待った入寮の日、夢のスタートの日だ。あれ？そこにいるのは同じドラフトで入った同期の矢部くんじゃないか。おーい矢部くん。あ、ウカくんも今日入寮でやんすね。一緒に行こうでやんす。そうだね。あ、でも、プロ野球選手が二人も同時に入寮していいのかな？なんででやんすか？前にテレビで見てたんだけど、大物ルーキーは、寮の前とかファンの女の子が待ち伏せてなんか大変らしいよ。女の子のファンでやんすか？ああ、こうしちゃ折れないでやんす。プロ野球はファンを大切にでやんす。まあ確かにね。で、はい、お待たせしましたでやんす。オイラが、期待のスターかな？期待のスターの矢部明夫でやんす。サインは一列に行って、ヤンス誰もいないっていうね。いやー、5位はちょっとまあ残念ながらなかなかね。女の子のファン、スター選手じゃなきゃ。よし、こうなったらプロ野球で1軍レギュラーになってファンがたくさんいる有名な選手になるぞ。お、1年目なんだ。あー。まだ俺の夢へのスタート、俺は、まだ俺の夢へのスタート地点に立っただけなんだから。なるほど。俺の夢。それは1軍のレギュラーを貸してること。ほう。よーし、やってやるぞと。おい。矢部くん、いつの間に？シャウトもいいです。いいけど、出発の時間でやんす。ほう。出発。はい。春キャンプ。なるほどね。どうも。おー、すげえ。背中で語る男。どうも。ペナントレースを勝つには、このキャンプをいいキャンプにしなければならない。みんな新たな気持ちでこのキャンプに臨んでほしい。今年も我がダイエーホークスに元気のいい新戦力を迎えることができた。
まずは2軍のキャンプでしっかりプロの選手として、早くも1軍で活躍してほしい。はい、1軍レギュラー、おー、実力があればもう1軍か。あ、ありました。はい、2軍はバスに乗った乗った。はい、あー、どうも2軍監督の天神、あー、天神さんだね。俺の顔だけは忘れんじゃねえぞ。わかりました。はい、しゃあ、よく聞け。なんかすぐできた。最初に言っておく、俺はかなり強いってわけじゃないのか。今年のキャンプは早いうちからどんどん投げ込んでもらう。ああ、おお、そうだ、ルーキーたちに自己紹介だったな。はい、コーチの博多さん、おお、俺は曲がったことが大嫌いだ。なるほど、男なら速球一本勝負だ。ああ、私投手コーチの西戸崎。はい、野球は心理戦のスポーツ、大事なのは情報を整理する頭脳と変化球でかわす技術請求。はあ、なるほど。あれ、小倉、はい、また道迷ってる。マジか。育成コーチの小倉というのがいるんだけど、まあその紹介すると。わかりました。じゃあとりあえず練習していきましょうかね。まあ最初はやっぱ肩慣らしで怪我して、まあまずは最初はタフ度を上げるために走り込みかなっていう気がするんですよね。他はないもんね。じゃあちょっと走り込んでみよう。はい、スタミナも上げるしね、ついでに。はい、あ、でも、投手技術ポイント下がったりするんだ。ちょっと残念。まあまあ、そういうこともあるさ。はい、バレンタインデー。まあそれ最初はねえだろ。残念ながら。はい、来年は頑張ろう。まあやる気は多分ね、ほっときゃ勝手に上がっていくと思うんで、そこはまあ期待ですかね。筋力ポイントだけ上がるのか。スタミナ上がった。まあそれは嬉しいけど。ヘイボーイ、お、誰、ボスはどこですか。あ、ボス、あ、監督か。監督ならこの先の監督室にいるよと。誰だこの人。あ、大きな外国の人。ボムでやんす。ボム、ポム、アレックス・ボンバーかな、多分。はあ、みんなボムって呼んでるんです。はあ、なるほどね。強力なライバルがやってきた。あー、そっか。あー、一軍登録人数決まりましたからね。はい、遊びに行くコマンド。まあ、だからやる気上げたい時に使うかな。現時点では使う予定ないです。どうしよっかな。ストレッチやってみよう。ストレッチで何か下がるかな。あ、上がるんだ、しっかり。よかったよかった。おう。うちのユニフォーム着てるけど、誰？ちょっと失礼するだよ。ゴッドマッサー、ふんがー、え、ご、き、急に何するんだよ。筋肉が張りすぎだ。練習をやりすぎると、かえって体に良くないだよ。す。誰この人？肩が軽くなってる気がする。ほう。あ、この人が育成コーチの小倉さんか。あー、どうぞよろしく。へー、じゃあ練習して。監督の評価を上げたいんだけど、監督がどこにいるかわからないという。まあ、それは仕方ないのかな。とりあえず、じゃあ、ちょっと走り込みでタフ度限界まで上げといて。はい。スタミナアップ、ちゃっかりね。はい。二軍監督の評価、まあ、それ大事で。はい。キャンプ打ち上げ、ずっと走ってたばっかで。あー。寮の前がどうした？騒がしいって。いやいやい、ここの球団は選手の親と子が会うのも許されねえのか。お父さんもやめてください。合わすも何も、ウクはまだ練習から帰ってきてないんですよ。本当にわかんねえ人だな。ほら、待て、逃げる気か。どうも。ああ、母さんがどうしてもお前の顔が見たいって言うもんだから連れてきたんだ。そんなもの休みでしたに決まってるじゃないか。いえ、実家が魚屋さんなんだね。あの人は二軍監督の天神さんだよ。はーい。お前の顔に面して今日のところ多めに見てやるか。まあ、うん。はい。二人ともなんかいい、なんかお父さんお母さんっぽいね。二軍評価下がんなよ、監督さん。なんで俺の名前を出したの。じゃあとりあえずやってみましょうかね。まずは肩慣らし。うん。筋力ポイントとスタミナが上がると。スタミナは結構上がるな。お、はい、何でしょう。はじめは新商品に関するニュース。はい、ミゾット株式会社。ミゾットって結構昔からあったんだ。インナーマッスラー、はい、を開発、明日から全国で発売。へえ。あ、インナーマッスラー、すでに他社も開発を終了しており、今後の市場争いは避けられない模様。へえ。160キロ投手になったらバターが困っちゃいそう。確かにな。インナーマッスラーか、使ってみたいな。いずれね、確かにちょっと買ってみたいね。なんか着てるだけで筋力上がったりとか、そういうやつかな。的はコントロールちょっと、でも球速かな、まずは。球速はおそらく、まあ、肩慣らしだろうな。うん。見た感じ、速球コーチってことだから、そういうことでしょうね。はい。ほう、オーナーの鍋島さんがいるんだ。おお、あ、偉そうっていうか、いい人そうだね。ああ、まだまだ様子見の段階です。これからですね、期待してください。ああ、重大な問題発生。何？それは、
あー、球場食堂の新メニュー。なるほど。はい。まあ、うん。話し合ってるよという。オーディアンス、練習設備の増強？球団の増築？すごい計画を練ってるのディアンス。まあ、違うんだけど頑張ろう。エビチリ定食からナスのひき肉定食にどちらか入れたい。あー、五目焼きうどんもメニュー加えるべきかと。まあ、やる気上がるならいいけどさ。オープン戦か、使ってくれたら嬉しいな。まあ、まずは肩慣らしでしょ、こういうのはね。はい。速球コーチのなんか、こう、評価がめっちゃ、あ、オープン戦ビデオで撮ってくれ。マジかよ。はい。うん。なんで選手の俺がビデオ当番なんだよ。ムキー！あ、でもスタミナ上がった。やった。あ、今年のキャンプに得点をつけるとしたら何点ですか？ 16 点。ヒック。ペナントレス頑張ってください。ほう。桐生楓さん。なるほど。へぇ。じゃあ、休んでみよう。休んだらどれぐらい？あー、まあまあ、ほどほどに回復すんね。じゃあどうしよう。遊ぶはいいや。じゃあ練習して。変化球は結構。あ、フォーク、スライダー。で、これで、キレに磨きがかかる。なるほど、なるほど。どうしよっかなー。キャッチボールはこれ、ちなみになんだこれは。これ、球速？あ、違うな、これ多分。コントロールと、あと守備だろ。プロってもうな、どうやったら勝てるか、常に自分で考えてダメだ。ほう。お前分かってるか？もちろんっす。大体分かってます。分かりません。お前、本当にお前の頭は空っぽだな。頭はつかなくちゃ腐っちまうぞ。すいません。特訓って何やってん？ほう。練習に監督や講師の助言を取り入れる新しい道具を使ってみる。いろんなものを組み合わせたりして、新特訓を考える。なるほどね。おー、球団支給グローブ。はい。へー、特訓育成コマンド、作成コマンド、そんなんの？ちょっとやってみよう。野球の特訓を作ります。お、すごいすごいすごい。へえ、これで何か、練習と何かを組み合わせるんだ、持ち物。わかった。いや、とりあえず、肩慣らしと、球団グローブで、まあ、バント守備になる。なるほど。はあ、いろいろあるんだな。どうしよっかな。そしたら、変化球練習に球団グローブ。まあ、球団グローブは基本的にバント守備になっちゃうのか。あ、じゃあ、そしたら、せめてちょっと守備力の、あ、でもまあ、ないか。まだいっか。うん。わかりました。じゃあ、とりあえず、やっていきましょう。的当て。はい。肩爆弾来た。いきなりかよ。残念。焼肉食いに行くぞーと。はい。連れてってください。しゃあ、バリバリ食うぞー。今日は割り勘だから、割り勘かよ。遠慮することないな。いただきます。逆にね。やっぱ僕はハラミでしょ。うん。ハラミいただき。俺の狙っていたハラミをよく横取りしたな。うん。ああ、怒ってる。どうしよう。ハラミ、じゃあ、カルビで。俺カルビ好きだから。どうだ？ああ、やばい。怒ってる。やばいやばい。じゃあ、ミノ。うん。どうだ？おー、ミノって硬いよな。お、焼けてきたぞ。カルビ。はい。カルビ二つあって。なかなかいけるね。どう？ゲップ、くったくった。あ、結構良さげな感じ。おお、嬉しい。焼肉イベント最高っすね。なるほどなるほど。よっしゃ、じゃあとりあえずね、次回やっていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。いくら命あっても足りないよ、これ。でもこれ一気に爆発させるのが手かなと思った。逆にあの、一気に落とすのがやっぱりいいと思いますね。これ怖い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 。あー、嘘。あー、食らっちゃった爆弾。ガードやっぱしなきゃ無理か。突っ走れば間に合うと思ったんですけど、そんなに都合のいい話じゃないですよね。これ今回一番きついかもしれない。